リッキー・リー・スキャックスは、アメリカのカントリー、ブルーグラスのシンガー剣奏者、プロデューサー、作曲家。もともとはマンドリン弾きだったが、フィドル、ギター、マンドキャスター、バンジョーも演奏する。スキャックスは、ケンタッキー州コーデルに生まれる。5歳の時に父、ホーバートからマンドリンを送られ、演奏を始める。6歳の時には、ビル・モンローのと共に、ステージで演奏する。 7歳の時には、カントリー音楽専門のテレビ番組、マーシャ・ホワイトに出演し、フラットスクラックスと共に演奏した。また、同時期にグランドオールオプリのオーディションを希望するが、幼すぎたため断念した。10代半ばには、ギタリストのキース・ウィットリーに出会い、ウィットリーの兄弟で盤上引きのドワイトと共に、ラジオ番組で演奏。 1970年、ラルフ・スタンリーのオープニングアクトを務める。その際に、スキャックスとキース・ウィットリーは、スタンリーのバンドクリンチ・マウンテン・ボーイズに誘われる。後に、スキャックスは、ワシントン DC で、カントリー・ジェントルメンや、J.D. クローニュー・サウスに加入。1976年、スキャックスは、ビンス・ギルや、ジェリー・ダグラスと共に、プログレッシブ・ブルー・グラスのバンド。 ボーンクリークを結成。また数年の間、エミル・ハリスのホットバンドのメンバーを務め、ハリスの1980年のブルーグラスルーツアルバム、ローェズ・イン・ザ・スノーのために編曲を行う。編曲に加え、ホットバンドの中でマンドリンとフィドルを演奏した。1980年はカントリーでの活動を開始し、12、1ヒッツ、8CMA アワーズ。 バンド8アクムアワーズを達成。1982年にはグランドオールオプリの結成以来最年少のメンバーになる。ギタリストでプロデューサーのチェット・アトキンスはスキャックスをカントリー音楽を救う人間であると評した。1990年代、2000年代には自身のルーツであるブルーグラスに立ち返り新しいサウンドを実験し始める。自身のバンド ケンタッキーサンダーでグラミー賞及び IBM のベストブルーグラスアルバムを受賞。リッキー・スキャックス。2013年2月23日2000年バーモントで活動するジャムバンドのフィッシュと共演する。2007年5月20日、スキャックスはロックミュージシャンのブルース・ホーンズビートのアルバムをリリース。2008年にはザ・ホワイツとスキャックスの家族が営むレーベルとレコーディングした。 アルバムをリリース。2008年、ザ・ラ・カンターズのオールド・イナフをブルーグラスカバーし、アシュリー・モンロー、ザ・ラ・カンターズと共にレコーディング。彼は、マンドリンの演奏や、ジャック・ホワイト、ブレンダン・ベンソン、アシュリー・モンローと共にボーカルを担当した。2011年、スキャックスは、他のブルーグラスミュージシャンと共に、アイリッシュバンド・ザ・ブロック・マクガイア・バンドのグリーン、グラス・ブルーグラスに参加。 アイルランド伝統音楽とブルーグラス、アパラチア音楽とのつながりを研究する、リッキー・スキャックスとスワロン・ホワイト、ノースカロライナ州シャーロットのマクグローンシアターにて、2015年8月19日。また、同2011年、スキャックスは、イギリスのプログレッシブロックバンド、ムーディ・ブルースをトリビュートしたアルバム2、マッチラブをリリース。スキャックスは、ユー・アンドメで、 リードボーカルを務める。2012年、スキャックスは、ソルジャーズさんで、バリー・ギブとコラボレーション。同曲は、ミュージック・ツー・マイ・ヤーズに収録されている。2015年、ライクーダー、シャロン・ホワイトや、ザ・ワイツのメンバーと共にツアーを行う。スキャックスは、ザ・ホワイツのシャロン・ホワイトと1981年8月に結婚した。彼女との間に、 娘のモーリーと息子のルーカスを設ける。スキャックスは、以前ブレンダースタンリーと結婚しており、彼女との間には、アンディとマンディの二人の子供がいる。b l u e g r a s s j o u r n a l c o m リーダーズポール、w e are family jeff and, シェリーースター the, ルイスファミリー the イースターブラザーズ jeff and, シェリーースターデイウィンドレーコーズ。ありがとうございます。